はい、本日はですね、こちらのリュックをご紹介していきたいなというふうに思います。これつい最近買いました買い物動画でね、レアトリアって行きましたよね。そこで爆買いしたんですけど、その時に購入したリュックになっておりまして、これ正式名称がね、ディフィーリバックスのバックタウンパックという、ディフィーというね、ブランドなんですけど、それね、購入した時確か12万円ぐらい購入させていただいたんですけど、そのうちこれが5万円でほぼ半額がこれやったんですよ。だからめちゃくちゃ高級というか高機能なリュック買ったんですけど、実はですね、僕あんまリュックとかのレビューはしたあかんというふうにチーム拓造の分析チームから言われてるんですね。あんま小物系はレビューせんといてくださいと、なんでかってあんま数字用ないからやらんといてくださいって言われてたんですけど、ちょっとこのリュックに限ってはね、ちょっとやらしてくださいと。もう正直数字どうこうはどうでもいいから、半年ぶりぐらいにね、こうビビッとくるねリュックがあったんでね、まあじゃあこれはちょっと紹介しようということで、今回はこちらのディフィーバッグをご紹介していこうと思います。最初に言うところでね、これめちゃくちゃ超高機能なんですよ。ほんでもって見た目が結構シンプルな感じでしょ。だからあんま癖のない感じっていうかな、僕が持ってるブラックエンバーっていうのはね、どっちかっていうとちょっと男っぽい感じっていうかな、こうギア感のあるというか、こうガジェット感のあるようなリュックなんですけど、これはねもうちょっとスーンとしたね、こうシンプルな感じのリュックだから、まあ女子でもねモテるんでしょうけど、まあ、そんなリュックをねご紹介していこうということで、まあ本日の流れとしてはですね、まずはこちらのリュックの外観どんな感じなんて、これでもさっきジップチラチラ見えてますよね。これジップがチラチラ見えるってことは、そう、止水ジップなんやと。水が全くここから入ってこないよというのが止水ジップがありますと。でそんな外観を見てもらって、その次にこのリュックの最大の特徴、もうこれはこの特徴が一番の特徴なんですっていう話して、本日そっからデメリットおすすめの人という順番でいきたいなと思います。まあまずは外観見ていただきましょうか。はい、このような形になっておりまして、実はね、ジップはね、まあその前さっき言った止水ジップっていうジップ使われてるんですよ。こういうテカテカ光るというかね、まあこれ全く水が入ってこなさそうじゃないですか。このジップ使われてるんですけど、実は横とかも全部止水ジップ使われてるんですよね。だからこのジップの隙間から水が入るといったことがないように設計されてると。そしてね、これのいいところはね、まあ別にここいいところ言うとこちゃうねんけども、ジップがね結構大きいんですよ。せやから開け閉めしやすいんですよね。よくあるのがリュックってね、ジップのこの元の金具がちっちゃくて噛むって結構あるんですよ。せやけどこのタイプはね、大きめのジップが使われてます。まあ理由はね一応後であるんですけど、まあそういうところで開け閉めがしやすいリュックですね。で中パッて見ていくと、まあ、ここの手前のとこは小物とか入れていくんかな。でここにカラビナみたいなのがあるから、まあ、鍵とかかけたりして、ここにペンとか挿していって、でここ縦型やから、まあ、書類とか入れるんかな。でそんな感じで、でねメインとこ開けていくと、ここに PC が入れるとこあるんか、パソコン入れるところがあって、でさらに奥はねもうガバーっと開いてる感じ、ほんまデイパックって感じですね。こうがっつり荷物入れるって感じ。仕切りとか細かくないから大きい荷物も入るし、ほんま2リットルのペットボトルとかもね全然入るとは思うんですけど、まあ、そんな感じですね。で横側にこういったペットボトルとか水筒とかカーンって入れるような感じですね。カーンと入れる、それが両方にあるというところで、次は背面ですね。大事な背面なんよ。背負い心地とかに影響されるから、背面はどないなってますのということなんですが、まあ見てる感じであんま分からないですよね。なんかクッション性とかもどんな感じか分からんから、後でまあ背負ってみますけど、まあ、これが一応外観ということになってます。だからジップはこの前のところの縦と、このメインのところ、そしてこの一番表側のところのポケットがありますね。大きさはねこれぐらい、だからまあ財布とかは長財布でも全然入るような大きさですけど、ここにまあ財布入れるんかな、まあ、鍵とかも入れるんかな。ここに特に細かい小分けになってるとかじゃないのでね、ガバッと入るというような感じです。はい、ということでね見てもらったんですが、まあ、このリュックのね特徴って何ですのと。とりあえず黒いリュックでなんか水には強そうやと、で値段がバカ高いっていうのは分かったけども、これの特徴が何なんかというとですね、これはバリスティックナイロンであるというのがもうこっちは最大の特徴なんですよ。バリスティックナイロンなんかもうまた繊維の話し会などちょっと待ってくださいよと、よく分からへんわっていう方もいらっしゃると思いますけど、ちょっと待ってくださいよ。まあ、分かりやすく言うとね、ナイロンってね生地の中で一番強いっていうのはもう僕ずっと言ってるじゃないですか。もう生地の中いろんな生地がある中でナイロンはもう王様ですと、もう百獣の王状態なんですけども、その百獣の王の中でもその中でもさらに強度があるやつがこれバリスティックなんですね。これちなみにナイロンの5倍あると言われてます。5倍強度があると言われてるのがこのバリスティックナイロンね。だから覚え方としてはバリスティックナイロン、バリスゲー
みたいな感じで覚えていただければいいかなと思うし、まあ、そんな覚え方したくないよって方はね、覚えなくても結構なんですけど、まあ、そういった強い素材が使われているということです。今ちなみにバリスティックナイロンバリスゲーの話で受けたのはだいたい40代以上の方です。30代以下の方はね、そんなこと全然面白いと思わへんねんけども、40代以上の方はね、ちょっとクスッと笑って、もうちょっと面白いこと言うやないかいって思ったかもしれないんですけど、まあ、そんなところで続きいきますね。バリスティックナイロン、その5倍ナイロンより丈夫ってことで、まあ、よくねノースフェイスとかいろんなカバンってね、だいたいナイロン使ってるんですけど、それの5倍強いんですよ。普通のリュック使ってて劣化するようなことまあないのに、ほな絶対このカバンは劣化せえへんやと。でちなみにこのバリスティックナイロンが使われてる一番有名なところで言うと軍隊とかね、この軍隊とかでもこのバリスティックナイロンが使われてるぐらい、こう大事な荷物入れたりとかしても破れないし強度があると。で床とかにガンガン置いてっても全然破れたりしないというのがバリスゲーナイロンになってます。でこのバリスティックナイロンに関しては撥水とかの加工もしてるので、こう水がね浮いてくるというか、水がね中に浸透しにくいようにはなってます。ただね、そのあくまで加工なんで、そのなんていう池の水たまりの中にグーンこれ沈めたらね、ブクブク中に水入っていくと思うんですけど、こう上からねパーッと水がかかる程度やったら全然中が濡れないという感じなんで、まあ、例えば自転車乗ってて水雨降ってきましたぐらいやったら全然濡れへんし、まあ、通勤してていきなり豪雨降ってきたとかでも全然濡れへん。こうやってサラリーマンスタイルで駅に向かっても全然濡れないと。じゃあいつ濡れんのっていうとね、やっぱり、まあ、水たまりとかに行っちゃうとね、もう全然アウトやと思います。これつけた状態で海飛び込んだりとかね、プール飛び込んだりしたらもう中ビショビショになっちゃうけども、まあ、基本的には日常生活で使う分ぐらいやったらもう防水は全然耐えれると思います。まあ、メーカーはね防水とは絶対言わないんですよ。なんで言わへんかって言うとね、防水って言うとね万が一濡れた場合ね保証しやなあかんっていうのがあったりするから、口が裂けても防水って言わへんねんけども、日常生活で使う分にはね、まあ、僕らからしたらこれでもほぼ防水みたいなもんですわ。僕が持ってるブラックエンバーもそうなんですよ。防水とは一言も言ってないんやけども、日常的に使う分には全然濡れないんですよ。だから僕まあ普段それ使ってるんですけど、まあ、これはねそういったバッグになってます。ちなみにねもう一個の特徴としては、一応メイドイン USA で作られてたりはするんですけども、はっきり言って日本人からしたらアメリカで作ろうがベトナムで作ろうが中国で作ろうが、はっきり言ってあんま一緒なんですよね。やっぱデタラメな感じがあるし、ちょっとアバウトな感じがあったりするから、やっぱ日本製ってなってくるとクオリティはやっぱ高いですけど、まあ、海外製だったら所詮どこもあんま変わらんかなと思ったりはしますけども、一応一つ一つハンドメイドで作られているというのがねこのカバンの特徴みたいです。背負ってみるとねこんな感じ、どんな感じになってるのかな分からんけども、そんな感じで、この紐調節するところとかがねすごいですね。ここのね金具がね軍隊とかで使われるような金具になってるというか、普通のリュックで使われるタイプの金具じゃなくて、もっと丈夫な金具使われてますね。荷物をこうギュッてまとめたりするときとかに使われてるやつ、サーフィンの板上に乗せるときとかにギュッて引っ張るときに使われてるやつがめっちゃ強度あるそうなやつですけど、まあ、それが使われてると。ただ背負い心地だよな、はっきり言ってそんなめちゃくちゃ背負い心地はいいとは正直思わないですね。なんかまあまあ普通のデイパックやなぐらいな感じでね、一応クッションも中に入ってはいてるんやけども、背負い心地がめちゃくちゃいいとは思わへんけども、まあ強度はあるんやろうなというような感じです。では次はねデメリットに行きたいなと思いますが、じゃあデメリットは何なんかというところになってくるとね、やっぱり値段が高いですよね。僕ねリュックとかやったらね、だいたい4万円以下やったらね、まあまあ普通にありかなと思うんですけど、でも5万ぐらいしてくるとね、お高いねと、リュックにして5万円で高いねと思っていてね、まあ登山用とかやったらそれぐらいあるんかな、ちょっとわからへんねんけども、こう日常で使うバッグのリュック、普通のこういうナイロンとかで5万円ってね、まあまあ高いなと思ったりするんですけども、なんでこれが高くなるかというとね、まあこれちょっと仕方ない部分なんですけど、そのバリすげえナイロン使ってるじゃないですか。このバリすげえナイロンってめっちゃ分厚いんですよ。めっちゃ分厚いから縫製とかもねやっぱ大変なんですよね。でなおさらこれ一個一個ハンドメイドで作ってるでしょ。なんかめちゃくちゃコストかかると思うんですけど、まあそういったところがね価格に乗ってきてるというところで、まあ変なデザイン料とかね、そのブランドロゴ代とかそんなんじゃないから、いいものを作ろうと思ったらそれだけ手間暇がかかるというところで、まあデメリットでもあるけど、まあメリットでもあるんかなと思います。でそれ以外にやったら、やっぱ形の特性上どうしてもこうガバッと入れるタイプやから、荷物がこう下にね重くなりやすいっていうところはあると思うんですよね。で特別ここの肩のクッションがめちゃくちゃ柔らかいかと言われたら、そこまでの柔らかさはない。普通のはデイパックに近いかなっていうことなんで、まあ、それもね悪いところでもあるんやけども、いいところでもあるんですよ。っていうのもガバッといっぱい入れるってことは下に溜まりやすいんねんけども、その分大きいものも入る。で僕が持ってるようなこのねブラックエンバーっていうタイプはね、仕切りがいっぱいある代わりに大きいものって入りづらいんですよ。こう仕切ってあるから入れようと思っても入れづらいんやけども、このバリスゲの方はね結構そういうのが入れやすいから、普段からこう日頃ね大きい荷物とかも持ってはる方とかやったらね、もうこんなにガサッと入れてね持ち運びするっていうようではねいいんかなと思います。ほんで、ね、次ねおすすめの人はねどんな人なんかっていうと、やっぱアウトドアとかする人とかやったら、これぐらい頑丈やったらね、もう多少重いもん持ってもええし、
多少地面にボカーン置いてもね安心できるし、それ以外には釣りもそうですよね。こう海とか川とかでこう水がね多少かかったりとかしても全然安心できるんで、そういう使い方もできれば、まあ、他にはねバイクとかもいいかもしれないですね。こうやっぱバイクってね結構僕もそうなんですけどね、なかなか防水系とかこう水弾く系とか止水ジップ使ってるカバンってあんまないんですよね。だから結構困るんですけど、まあ、僕が知ってる中でもこう数少ない、まあ、水に強いリュックになってるんちゃうかなと思います。僕ね普段これやってるじゃないですか、使ってるじゃないですか。でここにね例えばこうちょっとしたお土産とかをね入れてねバイク乗って行こうと思ったらこれ入らないんですよ。小分けばっかりやからなかなか入りづらいんやけども、これぐらいのね大きさがあればちょっとしたお土産をねガバッて入れたりもできるし、まあ、使い方はね結構幅広いんちゃうかなと思います。はい、というのがね以上レビューになってるんですが、まあ、これね小物レビューするなって言われてるのに、ね、ちゃっかりしちゃったんですけども、まあ、とにかくね生地がねほんまに世界中の中でもトップクラス。よくねこのバリスティックの話をしたらね、コーデュラはどうなんですかとか、コーデュラのナイロンも強いですよねなんて言ってよく8倍強いとか言ったりするんですけどね、まあそもそもねコーデュラに関してもこのバリスティックナイロンにしても元々は同じ会社なんですよ。親会社子会社っていうだけの違いでね名前が変わったりはしてるんですけども、会社にねそんな違いはなかったりするんで、まあ、百獣の王の中のさらにトップオブトップの生地を採用してるというのがこちらのリュックということになっております。あ、ちなみにねこのブラックエンバーもね僕使ってて結構人気あるみたいで、ブラックエンバーのね社員さんからねお声いただきまして、この間ついこの間ね本社の方に行ってきました。大阪に本社があったんですね。僕全然知らんかったけども、ご紹介していただいてありがとうございますなんて言っていただいて、いえいえそんな大した力ないんですけども、なんいう話はしてたんですけども、今ちょっとねこれブラックエンバーの方は入荷できてないらしいんですよね。多分視聴者さんの中でもね、そうそうこのブラックエンバーの防水の買いたがってんやけどもなかなか入荷せえへんねんなという方なんかはね、ちょっと今すぐどうしても欲しいんやったらね、こういった、まあ、これもね似たような感じで止水ジップ使ってて撥水性があるというような感じなんで、ええんちゃうかなと思ってご紹介させていただきました。はい、ということでねこちらの、カバン、なんていうカバンやったっけ、ディフィーバッグというカバンを紹介させていただきました。またね近々ね紙リュック何選みたいなのもね去年バージョンは作ったんですけど、今年バージョンでまた作ろうかななんて思っておりますので、また楽しみにしておいてください。ということで本日はですねディフィーバッグを紹介してみたというところになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。